ペッパピッグアイスクリーム屋さん。ペッパー今日はアイスクリーム屋さんのお手伝いをしています。早くお客さん来ないかな。ペッパーがお客さんを待っていると、あら、こんなところにアイスクリーム屋さんができている。わあ、おいしそうだな。いらっしゃいませ。おいしいアイスですよ。わあ、食べたい食べたい、一つください。はい、ありがとうございます。何アイスがいいですか。なんだろう、いちごが乗ってるアイスがいいです。いちごの乗ってるアイスですね。わかりました。はどうですか。いちごが乗っててとっても美味しいですよ。わあ、すごく美味しそう。それにします。はい、じゃあ気をつけて持ってくださいね。はーい。ああ、美味しそう。食べるところもあるのね。ここで食べよう。ペロペロペロ。クリーム屋さん、みんなに教えてあげなきゃ。あ、美味しかった。あっという間に食べちゃった。どうもごちそうさまでした。またお友達を連れてきますね。それはありがとうございます。また来てくださいね。それじゃあさようなら。飲んでくれて嬉しいわ。次もまた誰か来ないかな。あれ、なんだか甘いいい匂いがするな。これはなんだろう。いらっしゃいませ、アイスクリーム屋さんですよ。アイスはいかがですか。アイスクリーム、僕アイスクリーム好きなんだよな。食べちゃおうかな。はい、猫さんいらっしゃいませ。アイスクリームを一つください。はい、アイスクリームですね。猫さんにはソフトクリームがおすすめですよ。ソフトクリーム大好き。ちょっと待っててくださいね。お待たせしました、ソフトクリームです。うん、美味しそうだな。ここで食べよう。ペロ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 。わあ、美味しい。家族のみんなにも教えてあげよう。また食べに来よう。とアイスクリーム屋さん、ごちそうさまでした。とっても美味しかったよ。気に入ってくれたみたいでよかったです。また来てくださいね。また来まーす。はあ、今日もスパイ活動疲れちゃったな。なんか甘いものが欲しいわ。いらっしゃいませ、アイスクリームはいかがですか。え、アイスですって。疲れた体にアイスクリーム食べたいわ。はい、いらっしゃいませ。疲れたあなたにおすすめのアイスクリームがありますよ。それは何かしら。
てみたいわ。じゃあ作りますね。じゃん、あなたへのおすすめのアイスクリームはこれです。バニラアイスにいちごのチョコレートがかかったアイスです。バニラアイスにいちごのチョコがかかってるですって。私にぴったりなアイスね。いただくわ。はい、どうぞ。ペロ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 。スパイ活動で疲れた私にはもってこいのアイスね。この甘いいちごのチョコと甘いバニラアイスのコンビネーション甘々で最高。他の LOL たちにも教えてあげないとだわ。あー、美味しかった。これでまた午後からのスパイ活動頑張れるわ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。はい、頑張るわ。今日のじゃんけんも負けてしまった。お腹が空いてフラフラだ。ん？これはなんだ？ペッパーのアイスクリーム屋さんですよ。僕、じゃんけんに負けてばっかりで、最近何も食べてないんだ。アイスくださーい。はい、少々お待ちくださいね。今作りますよ。はい、どうぞ。お待たせしました。いただきます。あー、もっと食べたいな。じゃあこれもどうぞ。いただきます。おいしい。もっともっとください。あら、よく食べるお客さんね。じゃあこれはどう。いただきます。最高。あら、どうまで食べちゃったわ。大丈夫かしら。もうちょっと食べたいな。まだ食べるの。じゃあとっておきを作ってあげるわ。えい、じゃーん。特製アイスクリーム3個盛りだよ。皿まで食べちゃったわ。大丈夫かしら。じゃあ僕これでじゃんけん頑張れる。じゃあねー、バイバーイ。お客さん喜んでくれたけど、今のでアイスクリームが全部なくなっちゃった。大変だ。仕入れに行かなきゃ。じゃあバイクに乗って仕入れに行くよ。